ズムステーションレコメンド。リズムステーションレコメンド。リズムステーションをお聞きの皆さん、こんにちは。リコーベラドの諸川さなです。今回もこのリズムステーションさんに出させていただいてありがとうございます。山形についてなんですけど、今年こそは絶対に山形に行きたいと思ってるので、ぜひ山形のファンの皆さん、山ごとの美味しいものとか、ここへぜひ行ってみてっていうのをぜひ教えてください。そして私たちリコールラブはですね、7月19日に14枚目シングル夏の盾をリリースさせていただきました。この楽曲は夏のオノマトペがたくさん入っていて、そしてライブでも絶対盛り上がる楽曲なので、あなたに来てほしいライブがあるんですよ。7月29日土曜日、そして30日日曜日、イコノンジョイ2023を開催いたします。今年も場所はですね、富士急ハイランドコニファーフォレストでさせていただくんですけども、とっても広くて、そして花火なども上がってすごくいいので、皆さんぜひ来てください。そしてイコラブはですね、8月5日土曜日、イコラブ横浜夏祭りにも、コンサートをさせていただきます。場所はパシフィコ横浜国立大ホールでさせていただきます。一部二部と昼夜とありますので、ぜひ皆さんお時間あったらぜひ遊びに来てください。ここで皆さんに1曲聴いていただきたいです。私たちの14枚目シングル、7月19日にリリースさせていただきます。それでは聴いてください。夏まとめ、以上、諸川さなでした。絶対山形行きます。